ジャスト株式会社代表関正樹です。今回歴史で、はい、まあ、前回に引き続き、大成功したりすると引きずり下ろされるよ、はい、そのために、まあ、歴史的にそれが証明されている、はい、そのために、まあ、成功した人は何しなきゃいけないか、やっぱ手柄はね、やっぱ半分以上は人にあげちゃう、はい、っていうことなんだろうね、はい、それがまあ生き抜く知恵だよ、うん、でなかなかその時舞い上がっちゃうから、はい、うん、できる人少ないかもしれない。だから、はい、大成功の後にいろいろ問題あるんで、分かっててもやっちゃう、うん、でもちょっと分かってるだけでも違うよ、はい、分かってるだけでも違うんだけど、うんうん、はい、で今度逆の立場でね、成功した周辺の人たちはどうするか、はい、ね、現代でやっぱね、やはり成功して、あのやっぱ危機の時のこの立役、あのヒーローがいるんで、それをこう引きずり下ろしちゃうとどういうことになるかってことだよね。はい、どういうことになるだろうか。引きずり下ろすと、うん、僕はなんか、あ、俺ももしかしてなんかしたら、なんかしてうまくいっちまったら、うん、あの人みたいになっちゃうのかなって思うと、うん、なんか意見が出せないというか、うん、物事をするのがしづらくなるのかなと。あの古代とか、うん、あのまあ、そういう時代は抹殺できたんだよ、はい、なんか言いがかりつけて、はいで、はい、会社なんかはこう違うよね、はい、こうこのクビにしたっつっても今度よその会社行くんだよ、はい、うん、でそうだよね、あの要は日本の大、メーカーかなりクビにしたよね、あの優秀な技術者、はい、50ぐらいの経験の方に、うん、それみんな中国に行って台湾の、はい、メーカーに行って、うん、技術みんな流してやられてんだよ、はい、どうこれ、まあ、皮肉というか面白い話というか、うん、はい、で、あのこういうことになるっていうことだよね、はい、であと、そういうことをやっちゃうと、仮にね、そういうことになると一回も成功した人ってどういう行動に出るかだよね。あのなんて言うんでしょう、そういう自分を失脚させような人、うん、させそうな人を事前に失脚させて、うん、まあ、自分が王になっちゃうっていうんですか、そうそう、で長期独裁政権築いちゃうんだよ、はいはい、だいっぱい南米とかいっぱいいるよね、あのそういう大統領、はい、あの自分で軍事クーデターを起こしてずっと大統領だ、はい、もう自分が辞めるとその次の政権に必ずこうね、あの、うん、まあ、死刑ぐらいなことで、はい、投獄だよ、よくて投獄ぐらい、はい、うん、になっちゃうんだよ、はい、だからね話さないんだよ怖くて、はい、うん、でずっとこのいいよ、このそのなんていうかな、その民衆は大変だよそんなの、はい、うん、いう話になるんで、うん、やっぱここら辺は歴史でやっぱねこういう学ぶべきだろうね、はい、うん、でもまあ人間がこう自動的にこう反応しちゃうのは確かなんだよね、はい、うん、反応しちゃうのは確かなんで、まあ、知ってると知ってないのは違うよね、そうですね、うん、はい、まあ、今日は歴史から学ぶということで、はい、どうもありがとうございました。